度戻ってきました。さあどうやらここでタイミングを合わせていきます。ペアの合わせを3人でいかがですか。あっという間に反対側へと進んでいきました。温かい拍手をありがとうございます。イルカの背中はくるくるベッドでバランスを取るのも難しいのですが、ワイも進むに目をかっこいい進まねればなりません。気を合わせてしっかり見せてしまったのは宇宙へと戻っていったようです。それでは皆様、中央にご注目。ラケットを出す。いかがですか。随分と勢いがありますが、これが空中で一回転するほど力いっぱいランは押し上げてくれました。それがブラックの深い関係がなければできないとっておきの大技、しっかりと見せてくれたのが再びボディーカーテンで続いていきます。広い入り口を自由に水面を駆け上げながら進んでいますが、さあもう一度トレーナーの集中ポイント先で押しています。白い水しぶきを上げ、もう一度水中へと潜っていきました。再び中央にご注目ください。ラケットジャンプ2回目も大成功。温かい応援ありがとうございます。しっかりと2発も大技決めてくれました。再び得意のトレーナーの目、そのままステージへと送り届けてくれました。お帰りなさい。温かい拍手をありがとうございます。さあここからは次の得意のジャンプ種目へご覧いただきましょう。ここで何をするかは分かりません。目が離せませんね。水しぶきにもお気をつけください。ビッグジャンプ決めてくれたのは2人。キレのあるジャンプ決まりましたね。さあ続いてはラッキービッグジャンプ、2投連続で決まりました。イルカは今日行っているワンダーイルカは体長約 2.5m から 3m、 体重は250kg から300kg まで達するものもあります。全身の筋肉と尾びれの力を使うことにより大きな体も丸々と持ち上げ、このように豪快なジャンプを見せることができます。さあ続いて助走へ向かったのはランです。ランはフラッシュジャンプ。背中から落ちて水しぶきが大きく上がることからフラッシュジャンプという名前がつきました。ランに負けずと続いて向かったのはナナイです。大きく助走を取っているようですが、ナナイはこの目で大きいこの目を軽々と飛び越えました。このようなジャンプも